はい、週末お疲れ様、ココロンです。ちょっとなんかいつもと違う感じなんですが、毎週末ね、来週何発売されるんかなっていうのと、私はどれを買って動画にするんかなっていうのをお伝えする週末企画ということで、一応ね、毎週末撮っていく形になるので、まあ、ちょっとね、まったりしていっていただけたらなと思うところでございます。ということで、早速、来週何発売されるんかな動画ご覧いただけたらと思います。スタート！ 8 月28日発売分から行きましょうということで、まずはこちら。こちらもご紹介したよね。大人ミューズ10月号でございます。もうでもさ、関西は、だいぶね、早くに出ていたので、何日か前のね、動画で私ご紹介してるんですか、これの1個前の動画かなでご紹介してるんですけど、なんかさ、コメント欄で、北海道の方がね、入荷が発売日よりずれちゃうから、だいぶ遅くなっちゃうみたいなことをね、おっしゃってたりとかしてんけど、まあ、なのでそこは地域差があると思うんだけど、とりあえずは8月28日発売と思っていただけたらと思います。モフモフポーチでございますね。でもコメント欄では、まあ、モフモフ可愛いねんけど、まあ、使い勝手もいいんやけど、でもちょっと値段高いかな、っていう方がすごく多かったかなと思います。はい、続きましてこちら。同じく8月28日発売で、グロー10月号でございますね。テルフォワードスッキリ持っているお出かけトートということで、これ意外とでかかってんね。ほんまなんか、ちょっとバキバキ系の素材感というか、フリルついてんねんけど、割としっかりとしたバッグでございます。ただ、間違いないのでね、ペタンってした感じ。バッグをお探しの方は、まあでも私的にはいいんじゃないかなと思いましたよ。もうご紹介済みでございますけど、これの一個前の動画見てくださったらね、しっかりご紹介しておりますのでね。なんかサムネが真っ黒やけどさ、グローさんも大人ミューズさんもどっちも黒やったから、めっちゃ黒い感じになってんけど。まあでも良かったんじゃないかなと。かなり大容量なので、メインバッグで持てる感じじゃないかなと私的には思いました。はい、続きまして、こちら同じく8月28日発売となっておりまして、ムックですね。ボディケアガンということで、リラクゼーションスペースリファイン強力の手軽に全身セルフケアボディケアガンブックなんですけども、これね、まあ私いつも言ってんねんけどさ、先っちょがブーってこう振動するのか、それとも前後する動きなのかで、意味合いが違ってくると思うんですよ。で、これボディケアガン言うてもてるから、前後するんか。でもね、これ同じような見た目のものが、今度ダイムさんで出るんですよ。9月15前後。9月15日に出るので、でもこれも振動っぽいけどな。ダイムさんの付録はハンディボディケアなんで、ボディケアガン言うてへんから、なかなか難しい。でもこれムックでさ、ボディケアガン言うてもていいんやろうか。前後の動きなのかな、ちゃんと。いやろね、ただの振動っぽい気もするけどね、お値段割とするので、このお値段出すんやったら、ドンキで普通のさ、ごっついボディケアガン売ってたりとかするから、そっちの方がいいんちゃうかなって私的には思います。こちらちなみにね、普通の本屋さんでも、ローソン HMV、HMV&BOOKS オンラインでも販売されていますということでございます。まあでも基本宝島社さんのやつなんで、宝島社さんで全部売ってたりとかすんねんけどね。はい、続きましてこちら。8月28日発売となっておりまして、たまごっちそのまんまポーチブックということで、たまごっち懐かしいね。昔流行ったよね。またお高いんでしょ？お値段が2970円、3000円しちゃうんだよね。ブックのポーチでも高いっすよね。なんかね、昔3000円って言ったらさ、もう合皮製のバッグに、さらにポーチもセットになってついてるぐらいの価格帯ですけどね。まあでもね、この辺はもうファングッズ扱いというか、そういう感じかなって思ったりとかしますね。ムックとかって、やっぱりそのブランドをこうお手軽にね、安くでゲットできるっていうものっていう印象が私はまだ強いんやけど、半分ぐらいはファンブックになり変わってるんかなっていう気がちょっとしますね。続きましてこちら、さらに高いでということで、晩餐館でございます。晩餐会は宝島社さんではございませんので、楽天ブックス限定となっておりまして、晩餐館10月号なんやけど、ラッシュリンク、アイラッシュセラム、まつげ美容液特別セットということで、このお値段なんだよね。ちゃんと言えんかったけど。なんかだから、この眉毛美容液がめっちゃ高いんだよね、多分。これでも安くなってる方なんかな。で、ヒト幹細胞が入ってたりとか、なんかそのあたりでお値段かなり高くなっちゃう感じだと思うねんけど。でもさ、まつげってね、まあ、メイクによるか、私ね、全然ね、こう、まつげをね、グインってさせる感じのメイクをしてないんですよ。もうなんか申し訳程度にね、付録についてるマスカラチャチャチャって塗ってるだけやねんけど、で、マスカラ塗るのも、さ、まつげってさ、ファンデーションとか私粉はたいてるから、そうするとこう、白くなっちゃうやんか。だから、それを馴染ませるために塗ってるっていう感じで、あまりまつげに重きを置いてない感じなんですけどね、タイプ的に。なんかまつげこういう感じでバサバサっていうのが、似合う方はすごくいいと思うねんけど、私ね、似合わないんですよ。なんかそれ系のね、メイクしてみたことあんねんけど、こう、グワってする感じのメイクしてみたことあんねんけど、全然似合わへんねん。びっくりするぐらい。なんか昔あるよね、なんか、雑誌付録の動画でも、まつげ上げてね、ちゃんとビューラー使ってさ、動画出たことあるんですけど、ほんでなんかさ、みんな優しいからさ、まつげ上がってるね、みたいな、可愛らしいね、みたいな感じで言ってくれたりとかすんねんけど、もう全然編集中めちゃめちゃ面白くってさ、こう、こないなってる自分がさ、だからね、まつげは全然ね、もうなくてもいいぐらい。
全然重きを置いてない派なので、私は使うことは一生ないんですけど、まつげ美容液ね。ただ、似合う方はいいと思う。まつげギュンギュン伸ばしてさ、グイーンってする感じがね。メイク的にぴったりっていう方も実際いらっしゃるから、っていうかそっちの方が多い気がする。まあ、言うて5500円は高ないかと思うけどね。まあ、お得なんかな、普通に現品買うよりはお得なんかな。はい、続きまして、こちら8月29日発売となっておりまして、火曜日やね、イヤパピーをね、ペッツさんコラボ、整理整頓、仕切り付きショルダーバッグということで、これショルダーバッグやね、バッグとして使えんねん。なんかさ、この派手なお柄とかやったらさ、普通お家に置いとくなんとかとか、そのキャラが好きやからみたいな感じで、使う感じかなと思ってたら、なんかね、でもコメ欄で、なんか私見てないねんけどさ、ゾゾタウンで、このペッツ柄っていうのが、高かったっつうか、この値段よりは高いお値段で売ってたりとかするから、意外とお得やで、ココロンさん、みたいな感じでね、コメ欄で書いてくださってる方がいらっしゃって、あ、そうなのねと思って、レアとか高いと、欲しい人が多かったりとかするからさ、それでまあ値段が上がったりとかはあるんかなと思うねんけど、3000円しちゃう感じ。まあ可愛いけどさ、ぶっちゃけバッグとしてはどうだいとちょっと思うけどね。ただ、まあ可愛いは可愛い。なんかポップな感じのお洋服着てたらすごくいいんじゃないかなと思うし、持ち物ってさ、その人がどうかっていうのがあるじゃないですか。ファッションも全部含めね、その人が持ってるから可愛いとかそういうのもあったりとかするから、お好きな方はいいんじゃないかなって思いました。はい、続きましてこちら。こちら私のド本命でございますよ。8月29日発売となっておりまして、ローラーシュレ70周年記念のアニバーサリーブックでございますね。こちらがですね、長財布がついてくるということで、こういうので長財布って、まあ、あるっちゃあんねんけど、黒じゃない長財布。ちゃんと柄が考えられてる長財布って考えたら、あ、でもありなんかなって思ったりとかすんねんけど、このベージュがさ、すごくいい感じではあんねんけど、ベージュにお花柄を持ってくると、ちょっとこう、大人っぽいと言いますか、大人っぽいっていうか、なんか私もええ加減大人の年48ですから、あれやねんけど、若干ちょっと大人っぽくなりすぎるかなっていう気がするんですね。ローラーシュレイさんといえば、なんか透明感、なんか白地に小花柄やったりとか、お花柄やったりとか、なんかそういう柄のイメージがすごく大きかったりとかするので、私の中では。だからなんか可愛らしい感じにしちゃった方が良かったんじゃないかなってちょっと思いますけどね。まあ、この大人っぽい感じもいいねんけどさ、まあ、でもお柄はすごく綺麗と思いますね。これちょっと私気になっております。多分明日ゲットできたら動画にしようかなって思ってます。そして続きまして、こちら8月30日発売となっておりまして、旅するキッズはクリームソーダと旅するトートブックということで、全然存じ上げないんですけど、旅する喫茶とは全国つつうらうら旅をしながらカレーとクリームソーダを作って回る喫茶店。そんな旅する喫茶からあなたと共に旅をするクリームソーダみたいなトートバッグができました。現在開店準備を進めている2店舗目、こだわりが詰まった旅する喫茶浮葉と、その地域で常川さんが取り下ろしたノスタルジーな旅の景色と、これまで旅した全国のとっておきの宿やグルメなどを紹介していますということでございますね。このトートがメインなのは、まあ間違いはないねんけど、一応取り下ろしの写真とかもそういうのも載ってるよっていうことで、3300円高くない？散々振っといて値段うるさい。なんかでもね、透けてる感じやねん。なんか虫取り網系の素材かな。どういう価格設定なのかわからんですよ。いや、なんか可愛らしいとは思うねんけど、素材感的にどうかねっていうところですね。まあこれもだから、まあファンブックみたいな感じやね。ほんと僕が無知で申し訳ないんですけど、旅する喫茶をこう存じ上げないのであれなんですけど、なんていうの、自分の推しのさ、グッズが出たらうほってなるじゃないですか。まあ私で言ったら、なんかこないださ、子供と言ってたんですけど、ミーコちゃんグッズをさ、なんか例えば手作りで作ったりとかするやんか、もうそれやったら絶対持ち歩くし、推しやから。なんかそういう意味合いの推しっていうか、別に人だけじゃなくてさ、物とか、まあ私の土偶も推しですけど、なんかそういう意味合いではいいんじゃないかなって思ったりとかしますね。はい、続きましてこちら。こちら一応言っとこうかなと思うんですけど、白熊ななみんオリジナルインク付きガラスペンとインクの楽しみブックということで書いてあるんですけど、これブルーバージョンと、あともう一個黄色っぽい感じのバージョンと2種類あるんですけど、これね、ガラスペンとインクの楽しみブックって書いてあるんですけど、ついてくるのはインクだけです。ガラスペンはついてこないという感じになっております。そこがね、ちょっとお題的にちょっとややこしいかなと思うのでご紹介しておこうかなと思いました。ガラスペンって流行ってるの？なんか私ね、ショートで見たりとかはするけど、実際やってみてらっしゃる方いらっしゃる？字が下手くそっていうのがあんねんけど、まず上手に書ける気がせえへんのよな。でもすごい綺麗な感じがするから、キラキラな感じ、趣味でされてるのはね、すごい素敵なんじゃないかなって思います。はい、続きましてこちら。8月30日発売となっておりまして、ななこがさらに本気で作ったルルシャムコスメポーチ、こちらブラックバージョンとホワイトバージョンがございます。ホワイトはね、真っ白白なのか、ちょっとベージュ寄りなのかは
わかんないんですけど、でもホワイトって書いてるから多分だいぶ白い感じかなと思うんですけど、2種類出る感じで、ガパッと開く系コスメポーチだと思うんですけど、大きさ感がですね、20センチ×18センチぐらいの大きさなので、まあ割と大きいんちゃうかな、このぐらい、幅このぐらいなので割と大きめのポーチ。なんかね、あの YouTuber の方がコスメポーチ出される時ってすごい大きめのコスメポーチを出されることがすごく多いんですね。なんかさ、あのほらお家で置いとく系のバニティとかやったらまあわかんねんけど、例えばさ、まあ女優さんであったりとか、あの美容系の YouTuber の方であったりとか、撮影とかに持っていく時に大きめのコスメポーチって使用すると思うんですよ。あれも持ってかな、これも持ってかなって言って外でね、いろいろお直ししないといけなかったりとかするだろうから、やねんけどさ、みんなそんなでっかいコスメポーチ使うんだろうかって私思ったりとかすんねんけど、どうですか？なんか私が例えば普段使ってるコスメポーチって割とちっちゃめやったりとかすんねんやんか。ただなのこさんの視聴者の方って言ったら、まあ、多分ちょっとお若め層だったりとかするので、若い子ちゃんは割といっぱい持ち歩いたりとかするのかな、わかんないけど、まあそれでちょっと大きめなんかなって思ったりとかするんですけど、まあ割とシンプルな感じのコスメポーチという感じでございますね。続きましてこちら8月30日発売となっておりまして、 JR 東日本鉄道塗り絵ブック鉄道塗り絵、なんかもう塗ろか塗ろかなんなら、まあ、これはあの撮り鉄さんであったりとかね、あとなんかあのちっちゃい子ちゃんで電車がもうそこはかとなく好きっていう一定層いらっしゃるからね、ものすごいラブっていう、まあこれもファンブックみたいな感じかなって思ったりとかしますね。私ね、塗り絵ね、昔さガチで塗ったことあんねんけどさ、割とねガチ勢なんすよ。私ね、一番初めに出した動画ってさ、謎に歌ってみた動画を出してんけど、それまで残ってますけどね。その後何本か出してみてんよ、こう自分が何に向いてるかってわからんくってさ、ほんで何を思ったかさ、手元でえ、何やったっけあれ、ラプンツェルやったっけ、なんかわからへんけど、ガチで大人がガチで塗り絵を塗ってみたみたいな動画も出してみたことあんねんやんか今あのさすがにね、そんな動画見たことあるっていう方はいらっしゃらへんと思うねんけど、割と早い時期に消したな。なんか YouTube 上でね、なんかそういうのがあかんのかなと思って、コンプラ今から考えたら別に塗り絵の方塗ってみるだけやからさ、動画的に全然問題ないんちゃうかなって思うねんけど、その時ってさ情報が何も分かれへんからさ、あ、こういう動画ってもしかしたらあかんのかもと思って多分消しちゃってんやんか。そんなこともありましたということではい、続きましてこちら8月31日発売となっておりまして、こちらファミマ限定ですね、ディズニーミッキーマウススマホショルダーブックということで、普通のスマホショルダーブックな感じではあるけど、なんかついてて可愛いよね。なんやろこのキーホルダーみたいなやつ、まあ、3000円はしちゃうよな。スマホショルダーでも今まで散々出たしね、今更じゃあこれを買おうってなかなかならへん気もせんでもない。なんかでもちょっとキーホルダーみたいなのがついてるのは可愛いかなとは思いました。ということで、こっから9月でございますね。9月1日発売がこちら、いくら10月号アパルトモンじゃなくて発音がまず間違ってるよねアパルトモンっていうブランドさんなんかな、いくらさんコラボで大人のロゴトートバッグということで、まあサブバッグみたいな感じのもんかなと思います。いくらさんね、たまにつけてきてくれてんねんけど、いくらさんってさ、何も付録がついてない時でも1000円超える雑誌さんっていうイメージが私あるんですよ。で、付録がついてきて1200円とかで、高いなって昔言うとったよな、そういえば。で、コメント欄でもさ、あの1年前のココロンちゃんの動画見ててんけど、たった1年前やで、1年前やのになんか付録のクオリティが高い気がするし、なんか雑誌の値段もこんなに高くなかったみたいな感じのね、コメント欄を最近でもね、書いてくださったりとかしてて、まあでもいくらさんは変わらずな感じじゃないかなとは思います。うわ、1300円か、割としまんな。の割には割と畳める系のなんかちょっとズタ袋っぽい感じのバッグやと思うねんか。まあ折りたたんで使う、ちょっと荷物が増えちゃった帰りにっていう時に使う系のバッグやと思うねんけど、いくらさんの元々の雑誌のお値段が高いので、元々多分1100円から1200円ぐらいすると思うんですよ。だからちょっとだけプラスっていう感じではないかなとは思います、お値段的に言ったらね。はい、続きましてこちら9月1日発売となっておりまして、エッセ10月号特装版ムーミンリーフ型カッティングボードということで、形可愛いよな。で、ちなみに私あのキノクニアさんのさ、カッティングボードというか、あのまな板ね、バンブー製の竹製のやつなんですけど、それ未だに使ってますよ。っていうかメインで使ってる。っていうか四角いねんやんか。ただ雑誌のサイズの横幅ぐらいはあんねんやんか。それの正方形版みたいな感じやねんけど、だから今までの付録で出たカッティングボードの中ではでかい方やってね、そのキノクニアさんのやつ。とはいえ普通のさ、雑誌サイズぐらいのまな板と比べたらちっちゃいねんけど、でもメインで使ってる。ただシチュー作る時に順番に切っていかない、みちみちになんねんけどまあでもこれはサイズ的にどうやろな。まあレモン乗っかってたりとかするから、ちょっと切る時とかね、あのネギ切る時とかさ、プラスアルファでなんかちょっと切りたいわっていう時に良かったりとかするんかなと思います。意外とね、愛用しててびっくりする。毎
使ってます。全然へたってきてないよ。はい、続きましてこちら9月1日発売となっておりまして、こちらもね楽天ブックス限定、宝島社さんじゃないので宝島社さんのホームページでは売ってなかったりとかするんですけど、楽天ブックス限定の婦人画報って読むかな、10月号花蜜蓮って読むの違う、読み方がわからんハンド&ボディーソーププラス入浴剤がついたセットということでございます。なんかええ匂いしそうな気がするよね。まあ、なんか他の雑誌社さんもねこんな感じで付録出してきてくれるのはまあいいんじゃないかなと思います。お値段高めやんな多分。1800円か。まあ量によるかなって感じやけど、 50ml と入浴剤に関しては1回分やったりとかするからまあちょっとお高めかなって正直思うね。で続きましてこちらもですね9月1日発売となっておりまして、同じく婦人画報さんで合ってる間違ってんのかなこれ、10月号でまた花蜜蓮さん、違う、全部読み間違ってんのか私は。入浴剤特別セットということで、入浴剤が3つ入ってんの、うん、かける3回って書いてあるね。3つ入っててお値段1500円、こちらに関してはセブンネットショッピング限定商品となっております。合成成分を一切使用しないシンプルな処方ということで、40年変わらない製法を守り幅広い年齢層の方に愛されていますということで、なんかさこのパッケージがすごく可愛らしいけどすごく効能ございますよって書いてあるから、気になる方はゲットしてみられるのもいいんじゃないかなってちょっと思いますね。あれ様あっちゅう間に終わったまあお茶でも飲んでちょっとゆっくりしていただいてね。まあ1週間分なんでちゃちゃっとした感じではあるんですけど、じゃあ来週何買うっていうことなんですけど、ローラーシュレイさんはでもまあ鉄板かな。あとナナコさんのポーチもちょっと気になるなと思ったりとかするんですけど、皆さんどうでした、なんか気になるやつありました。こんな感じで、まあ、日曜日、まあ、週末のどっちかにね来週何買うっていうのをちょっとご紹介を入れていこうかなと思いました。これなんで思ったかって言ったら、私まとめ動画をねなんか随時みたいな感じやってんよこれを。だから毎月ちゃんとやっていこうって思ったんやけど、たださまとめでご紹介はするんやけど、途中でね追加で発売が決定するやつっていうのがあって、それをどうお知らせしていこうかなってずっと悩んでてんけど、ほんならさ毎週毎週週末に、まあ、まとめてご紹介したやつもあんねんけど、それ以外に追加発売さすがにさ来週いきなり発売されるってないやんか。追加発売はもう発表されてるだろうから、その週末に動画を撮影して次の週やったらささすがにもう出揃ってるわけやんか。そういう感じで毎週毎週こう週末にご紹介していくプラス月末にまとめ動画みたいな感じでやってたら、まあ全てご紹介はできるかなと思ってこのような形にさせていただきました。これが一発目となります。あとねスケジュール帳を私いつまで3月4月ぐらいかなぐらいまではちゃんとつけててんけど、そっからちょっと抜けてたんですよ。なんか数ヶ月坊主になりかけとってんけど、ほんでまた7月8月ぐらいからちょっと復活してさスケジュール帳つけ出してんねちゃんと。ほんでスケジュール帳つけてたらいつもさ土日が割と空いてることが多くって、ほんでまあ普通にねお家のことやってたりとかいろいろあるんだけど、あとまあグリルさんの動画出したりさそういうこともあったりとかするんやけど、スコーンって空いてるからこれをどうしようかなと思って、やったらば次の週何発売されるよっていうのと、これ動画にするよっていうのを直近でご紹介していく感じでやったらいいかなーってちょっと思って、こんな感じで動画にしてみました。なのでまあねちょっと尺短い感じにはなると思うんですけど、あと日曜日の夜ってさもうブルーでしょうがないっていう方がねコメント欄でもすごくたくさんいらっしゃるんだよ。ほんとそれね。でさなんか8月も末にもなってくるとさ、まあ、うちみたいに子供が2人いたりとかしたらさもう宿題やってとかさ、あとなんか私みたいにね朝お弁当作らなあかん勢の方とかやったりとかしたら、またお弁当の日々が始まるんかとかさ、なんかいろいろブルーになる時期かなと思うんですね。あとお仕事もさなんやろお盆休みが終わってさちょっともうしんどいかもみたいな、5月病じゃなくて8月病みたいな感じになられてる方もいらっしゃるだろうし、なんかそういう時にねこうまったり見ていただけたら嬉しいなって私的には思った感じでございます。まあまったり行こうぜ、もうなんかさいろいろあるんよ私かってさ、なんかあれやらなこれやらなとかもあるし、あーこれ回れへんなやばいなとかたくさん抱えてたりとかするし、一緒やですごいだから気持ちがわかるからさ、なんかできるだけまったりしてほしいなーって思うところでございます。あとさこの前のさ雑談コーナーでさ、いやなんかちょっともう国もうちょっとちゃんとしてくれよみたいなことを言ってたんですけど、でその時に物価高で賃金も上がってるけどここの割合が追いついてないみたいなお話させていただいたんですけど、いやでも給料全然上がってないよってコメント欄でねすごくたくさんいただいてて、いやそうやねんな、上がってるのってさ結局新しく入ってくる人だけが上がるんよな、もうこの誤差はよ埋めてって感じやけどね。コメント欄でもそういう方すごいたくさんいらっしゃって、平均を取ったらなんか全国的に
言ったらっていうことではあるねんけど、私も経験あるセブンの時さ、私その時時給が900何ぼとかやってんよ。まあ言うて何年前もう8年前とかそんなんやから、まあ、それでも高い方やってん。夜勤やからさ、お昼間とかやったらだって800何ぼとか、ワンチャン高校生700円台とかの時代やから、高々8年前でね。それがまあだんだん上がってきたわけですよ。ちょうど時給がぐんぐん上がってきてた時期やったりとかすんねんけど、ほんで私がさ900何ぼとかでまだ高い方やってんその時ね。やねんけど、お昼間働いてらっしゃる方の時給もだんだんこう上がってきて、ギリギリ900円台とかなってきたんかな。ほんならさ、夜勤でその徹夜で働いてるわけや。私昼間も起きてたりとかしたから週4徹夜みたいな感じやってね。その当時お昼 1,2 時間寝れたりはするけど、なかなかその朝帰ってスコーンって寝て、で夜またみたいな完全逆転生活みたいな感じは無理やったから、昼は昼でやらなあかんことがあったからさ、だからまあ仮眠はすれど、まあ週4徹夜に近い感じやってんけど、時給全然変わらんくなっとって、で後から入ってきた人ほんと時給高くてさ、だからめっちゃ気持ちわかる。徹夜しとっても昼間と給料変わらんし、後から帰ってきた子の方が時給なんなら高かったりするしみたいな経験私もすごくあるから、それが逆にね、会社員時代って言ったら今度20何年前とかなんねんけど、その時はね逆にね古くからいる人の方が高かってん給料が。でそれは年々上がって高くなったっていうのももちろんあんねんけど、入社した時の初任給っていうのが、私より前に入った人っていうのが22、3万事務員さんでね、でそれがスタートやって毎年1万ずつ上がっていっとったらしいね。その時やばくない？私が入った時が20万弱ぐらい、19万ぐらい多分、交通費やなんやかんや入れたら20万超える総支給がね、でスタートやって、ほんで上がっていくのが5000円ずつぐらいになって私の代で。やねんけど、今度ね他の地方の営業所で人を雇うってなって、その時の給料がね15万とか基本給。めっちゃ安と思って、後から入る人の方がどんどん給料が下がっていく時代ってん。その時は古株めっちゃ給料いいみたいな感じやってんよ。でそれプラス私残業代がバカみたいに、それでも3分の1ぐらいしか請求してないねんけど、途中から残業代が突き出して8年ぐらい働いたかな。でそこの真ん中ぐらいまで完全サビ残だったんですよ。だからもう死ぬっていう感じやってんけど、サビ残で一人暮らしやしお金ないし死ぬっていう感じやってんけど、ただねボーナスが昔すごい良かった。なんか A 時代、私より一個前の人の時代は、だから何年前、25年ぐらい前、僕よりも前に入ってた人たちの時代は年間ね、なんぼ出てたんやろ、6ヶ月分とかで取ったんちゃうかな。だから3ヶ月、夏と冬で。しかもその時ね、非課税やってん、ボーナス。わかります？じゃあその月の給料がさ、えぐい量入ってくるんやって。例えば20万としたってやで、その何や、引かれる前の総支給の3倍プラス普通の給料が入ってくんねん。7月と12月には。だからね、昔の時代の人割と旅行行きまくったりとかしまくってた。で、私の時は、そっからまた下がって4ヶ月やって、年間4ヶ月。だから2ヶ月分。だから夏と冬で2ヶ月分が非課税で、で初めの1年分だけ入ってきてん。だからヤフーって感じやってんけど、でその次の年か次の年ぐらいから課税されるようになって、さすがにボーナスからも税金取るぞ言うて税金取られるようになって、ちょっと減ったけど、それでもボーナスがあったからだいぶ良かった。で今の時代ってさ、マジボーナスもそんな大手企業とかね、昔から働いてらっしゃる勤続何十年の方とかやったらね、そのまま普通にあるんかもしれへんけど、ボーナスが入ってきてウハウハっていうワードをね聞かんくない？公務員ぐらいじゃない、まともに入ってくんの。あと超大手とかさ、何回も言いますけど、その勤続何十年とかの方ぐらいじゃない。だから旦那さんがずっとサラリーマンで働いてらっしゃって勤続長くってボーナス入ってきてウハウハっていうのはあるかもしれへんけど、ほんま聞かへん。若い子からも聞かへん。ボーナス入ってきたからちょっと旅行に行こっかなっていうワードとかってもう死語じゃない、やばいよな。だからまあその20年前か25年ぐらい前は入ってくる子の方がどんどん給料少なくなっていくっていう時代だったんですよ。で今はまるで逆やんか、入ってくる子の方が給料高いみたいな感じにはなっているから、ある意味ええんかこれは。いや良くないな、物価上がってんもんな。だってだから給料が上がってっても物価上がってるから追いついてないっていう状態やから、給料もっと上がらないとダメよね。ほんでなんかコメ欄でもあってんけどさ、もう給料上がらなすぎるから転職して今より給料いいとこ探したみたいな感じのねコメント欄でもあったんだけど、それもさ年齢が悪くない？だって私さ、このね YouTube の動画始める前に前も言ったことあると思うんですけど、映像系の仕事に就きたかったよ。それも給料バカ安かったからね。普通に1年目の手取りが、ボーナスが何ヶ月つくんか分かれへんけど、手取りちゃうわ、総支給が交通費抜きで10万台とかやってんよ。しかもさ18万19万やと分かるけど、15、6万やった気がする多分。でもなんかそういうブライダルの映像系みたいな仕事に就きたかったんですよ。やからもう入社したいと思って、
かいさ、なんかこれ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 でってこう、なんかいろいろね、応募要項みたいなやつ書いてやな。ほんで、自分が作った動画、実際に、まあ、作品じゃないけど、このぐらいの編集技術はありますよっていう動画を2本ぐらいつけてやな。送ったんやけど、多分年齢で落ちた。その時39か40ぐらいやったんですけど、40でも落ちるもん普通に。僕48だぜってなってくるとさ、やっぱ年齢でそら落ちるやんか。落ち、まあ年齢だけじゃないんかもしれへんけど、でもそこそこのクオリティの動画出したからね、ちゃんと。普通のなんかちょっと PV チックな感じのクオリティの動画をわざわざ作って出したから。それでもあかんとかさ、だってさ、お若い新入社員さんさ、多分できひんと思うねんやんか、まだ。まあ入ってから学ぶっていう感じだと思うねんけど、やっぱり年齢いってるってなると、ある程度できたとしてもやっぱり弾かれる、会社員としては雇ってもらえないっていうことがやっぱり多いんかなーって思ったりとかするんですね。まあ会社がその人を抱える時にはね、若い子をこう一から育てて長くいてほしいから、やっぱり年齢は関わるよっていうのはまあわかるんだけど、でも熱意を買ってくれよと思ってさでも全然あかんかった、余裕で落ちた。だから難しいんよな。逆にそのパートであったりとか、サービス業、接客業であったりとか、そういうのやったらば採用されやすいんかなっていう気はするんですけどね。まあ私もコンビニ店員やったからさ、だからその映像系の社員の募集落ちたからそれで自分の店員になったんやけど、そっち系やったらね、もう引く手あまたっていう感じなんかもしれへんけどね。なかなか難しいよな。まあでもね、できることならなんかさ、ちょっとでも何か自分の中でちょっと達成感得れたりとか、ちょっとなんかやったりとか、まあ好きなことが仕事にっていうのが一番いいんだけど、そんなんまあ難しかったりとかするから、やったらばなんか人間関係がいいとか、何か一個あれば続けれるモチベーションにはなるんかなって思ったりとかしますね。自分の居場所として、職場ってすごく大事やからさ。ただ職場仕事っていうのはあくまでね、自分が生活するため、自分たち、まあ家族とかね、そういう方がいらっしゃるんやったら自分たちが生活するため、ご飯を食べるための手段だから、そういう風に割り切ってお仕事されるっていうのも全然ありやと思うし、私会社員の時はずっとそれ言ってたな。あくまで給料をもらってその分の仕事をすると、お互いそういう意味では同等であって、でなんならその給料もらった分よりもちょっと多めに仕事をすると、こんだけやるねんから文句を言ってくんなよっていう意味合いで、ちゃんと結果は出して、その上でそれ以上のことは言わないでっていう感じのスタンスで20代はずっと仕事をしてた気がする。まあでもね、結果ね、セブンで働いたけど、セブンめっちゃ楽しかったからね私その夜勤やからやで、それ昼間やったらさ、やっぱりちょっと少なからずさ、店長さんいらっしゃったりとかさ、なんかいろいろ人目があったりとかするからさ、なかなかあれやねんけど、深夜のコンビニってほんと人来ないので、まあ来るねんけど12時ぐらいまでは忙しいんだけど、2時3時ってほんま暇やったりとかするからさ、まあその分納品の仕事がすごくあるわけやけど、それをスピーディーに済ましてしまったら割とわちゃわちゃして楽しんでました。なんかバックヤードでピザ取ってクリッパとかしてましたからそれか年末年始はね、年越しそばをね、夜勤の他の子も集まって食べてたりとかして、なんかわやわやしてたんです。すんげー楽しかったですけどあれはなんかひとときのね、僕が味わえなかったなんかちょっと青春時代みたいな感じの時間をあそこでいただいたと思ってるから、すごく楽しくてよかったなと思いますけど、そんな職場もないことないんかなって思いますね、経験上ね。なんかほんま20代はさ、ぼっちでさ、いじめられてしんどったけど、意外とその40になってわちゃわちゃ楽しくできたっていうのは、なんかもう世の中の職場全部がダメなんやって自分の中で思わずに済んだ経験かなと思ったりとかします。その後次1週間ぐらい2週間ぐらいだけか、別のね、ローソンに行ったんですけど、そこもねすごい良かった。なんかローソンってさ、髪型自由やったりとかするやんか。だから夜勤の子がめっちゃなんかギャルっぽいお姉さんやったりとか、あと超辛口な学生さんやったりとかなんかすごい常にキレてる女の子ってめっちゃ面白かったんけど、私割と変わってる人好きなんで、なんかニヤニヤっとしながらいつも何話しかけようかなと思いながら見てたんですけど、あとね、髪の毛のメッシュがなんかヒョウ柄みたいになってるお兄さんとかすごい気のいいお兄さんとかもいて、なんかいろんな人種と話せるからね、ほんとコンビニの夜勤はマジでおもろい。別の職場も割と面白そうやってんけど、私 YouTube の方を撮ってんやんか。週1か週2ぐらいでって言ってたんが、週3週4入ってって言われて、そこに引っ張られてさ、もう完全ローソン店員になりそうやったから、ちょっと怖くなってしまって、 YouTube をやりたいっていうのがすごくあったから、でちょっと入ったところで申し訳、本当に申し訳、もう私が 100% 悪いんですけど、なかなかちょっと答えれそうに、シフトに答えれそうにないので申し訳ないんですが、っていうことで辞めさせていただきましたっていうことがあってんけどね。まあその職場はその職場でね、馴染んでたらめっちゃ楽しそうな感じだったから、欲しいことしたなっていうのはあんねんけど、でもそれよりも私 YouTube にもうちょっと真剣にねやりたかったっていうのがあるので、まあそれはそれでよかったんかなってすごく思います。まあ、そんな感じでさ、なんか自分が思ってる職場よりも、例えばこう同性の方がたくさんいらっしゃるとか、同じ世代の方がいらっしゃるから和気あいあいできるかって言ったらそうじゃなかったりするやん。逆に全然世代が違う人がいる職場っていうのもね、楽しいかもしんないよ。初めはさ、なんか圧力あんねんやから
初めはすっごい壁あんねんけど、そこさえなんかまあ長いことおったらさ、徐々に徐々に崩れてったりとかするやんか。そこでうまくいくとこと、全然うまくいかへんとこといろいろあると思うねんけど、うまくいかんかったらまた変わったらいいからさ、なんかそんな感じで、会社員でやられてる方は、なかなか次コロコロ変えるって難しかったりとかすることもあるかもしれへんけど、でもやっぱりなんかいいとこないかなっていうのは、ちょっとね、広い目で見ていただきたいっていうのもあるし、会社員の方とかでもね。プラス、その、まあアルバイトをされてるとかパートをされてるっていう方も、なんかいいとこないかなっていうのを探すのはね、やめんといていただきたいなって思います。随時、もういつどういう出会いがあるかわかんないからさ、いろんな職場を探して、ここっていうところにたどり着けたらすごく幸せかなって思ったりとかするから、私の友達もさ、私のさ、超数少ない友達、めった会わないんですけど、たまに電話したりとかするんですけどね、その人も、ものすごい動物を愛してんねんやんか、もうものすごい愛してんねんよ。だからトリマーさんになりたいって言って、歳多分変わらんぐらいやと思うねんけど、今からトリマーの学校行こうかなとか言ってて、すごくいいと思うって言って、本当に動物好きなんだよ。もう、わかんねえ。もう、心からやねん。だから、そういう方はね、ぜひとも、ばっちゃんとか猫ちゃんとかとね、関わるお仕事をしてくれたらなって、もう、世の中のためになると思うねん。だって、めっちゃ好きなん知ってるから、昔から。だから、いいと思うって言って、私めちゃめちゃ推してたんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、歳はあるけど、映像系の仕事はさ、僕も弾かれたけどもや。でも、映像発信だったら、まあさ、こういう YouTube でできたりとかするし、まあ、他のことであっても、いろんなことができたりとかすることもあるんかなって思うから、自由な時代だから、年齢とか性別とか関係なく、なんかいろんな方向を向いてみるっていうのはすごくいいんじゃないかなって思います。日曜日だね。まあ日曜日はさ、ちょっとこうアンニュイと言いますか、昔風で言うと、今そんな言わへんでしょ、あれやけど、アンニュイというかさ、そういう気分になりがちやけどさ、まったり行こうぜ。そういう時は私はね、日曜日ちょっとブルーやなって思った時は、次の日の昼にあそこのランチを食べるとか明日の晩は絶対になんかお弁当屋さんがあってね、私すき焼き弁当がすごい好きやったけど、まあ夏の時期やからさ、今はないけど、あそこのすき焼き弁当絶対食べんねんとか、食を楽しみにね、なんとか乗り切ってましたそんな感じでね、まったり行こうよ。来週もね、なんかいっぱい動画出すと思うので、そしてまとめ動画もね、頑張って月内にはね、8月中にはね、お出しできるように頑張ろうかなと思いますので、そちらもまたご覧いただけたらと思います。まあ今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何この最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。